宝珠寺は、京都市東山区にある、天台宗の寺院、ご白川法王ゆかりの寺である。平安時代中期に、藤原溜光によって創設され、その後陰世期にはこの寺を中心に、ご白川法王の御所、宝珠寺殿が営まれた。宝珠寺殿が、木曽義仲によって焼き打ちされ、数年を経て、ご白川法王も崩御すると、宝珠寺は、 ご白河法王の御両を守る寺として、江戸時代末期まで存続、明治時代に御僚と寺が分離され現在に至る。身代わり不動明王像は、平安期の作風とされる。この不動像は、時点では縁忍が造留したと言われ、ご白河法王の信仰も扱った。吉中の放火の際には、法王の身代わりとなったと伝えられており、現在も毎年11月15日には、 不動会が営まれる。永遠2年、大乗大臣、藤原溜光が、宝珠寺の落景法要を営んだことが、日本気略、不走略記などに見える。地域の釈迦堂には、本尊金色上六釈迦如来、薬師如来、観音菩薩、延命菩薩、女意林、観音、北京三昧堂には、普賢菩薩、常雪三昧堂には、阿弥陀世尊が安置され、 遠遊天皇を迎えて豪華な法要害と名まれた。ためみつは、神奈元年6月に妻を、ついで7月には、花山天皇の女吾であった娘、藤原氏子を失っており、その母体を弔う目的でこの寺を創建したという。ためみつは、現世の栄達を捨て、ここで念仏三昧の生活を送った。省略三年、ためみつの死にあたっては、福百個が寺に寄進された。 ためミツ氏後、しばらくの間は、宝十寺は子孫によって守られていたが、長元5年、旧城堤から燃え広がった火災によって、消失。この後、約120年間、大規模な再建などの記録は見られない。宝元3年、後白川天皇は上位して、上皇となり、ためミが混流した、宝十寺を中心とした地域に、後白川上皇の隠語書が建築され始めた。 これが、宝珠寺伝である。英略元年には、延暦寺の陳述者である日吉社を誕生して、新日吉社を、上皇が信仰している、熊野三山から、熊野本源を誕生して新熊野社が、宝珠寺伝の域内に建立された。英略2年に工事は完成し、上皇は宝珠寺伝に今日移して、陰性を行った。宝珠寺伝の敷地は14町。 平家を後ろ盾にした上皇の権威で、周囲の建物は取り壊され、広大な敷地に、北天上御所、北殿下御所、名殿の三御所が作られた。教義の宝珠寺殿はこの名殿を言う。名殿には、上皇の住まいとして、藤原信頼邸が移築され、東小見堂、千珠堂などが立ち並び、広大な池もあった。上官元年には、蓮華王院が、 平の清盛の寄信で那伝の北側に増留されている。仁南二年には手狭だった那伝の御所が新たに建築され、さらに新御堂や不動堂も建立された。小白川上皇は、顔王元年に御城寺の調理各中を呼んで出家して、法王となり、後に鴨川の東、綾野皇寺の地に、比江山にあった妙法院を移転させて、 法珠寺と新日吉社をその末寺とし、管理下に置かせ、妙法院を門跡寺院とした。安元2年、法王の妙後、賢春盲院が亡くなると、妙後の御寮として、北家堂が建てられた。法王と平家の栄華を象徴する法珠寺殿ではあったが、寿永2年、基礎義仲の軍勢によっての殿に火がかけられ、法王,王は北の門から新日吉社へ向け腰に乗って、逃亡。 以後法王は、六条西東院の長江堂に移りそこで障害を、終えた。研究三年、法王の法御により、消失した法従寺殿の敷地に新たに法華堂が作られ、法王の御領と定められた。この法華堂は、謙春盲院の法華堂の南側にあたり、蓮華王院に対面して二道が並立していたと、推定されている。春院の堂は世紀には、 破損がひどかったという記録があり、現在は法王の法華堂のみが残っている。その後、法十寺は、後白川法王の御領を守る寺として長く存続した。前述のごとく、鎌倉時代までは建春門院を祀る法華堂、後白川法王を祀る法華堂が、蓮華王院の東に並び立っていた。時の権力の変遷に伴って、 宝珠寺はいくつかの近隣寺院と関係を持った。特に妙法院との関係は依然として密接であった。豊臣秀吉の時代には、すぐ北にあった宝光寺が宝珠寺や蓮華王院の地域を包摂するということもあったが、江戸幕府によって妙法院が重要視されるようになると妙法院と一体視され、宝珠寺は妙法院門跡の隠華として待遇された。 妙法院の日記である妙法院日時期には江戸時代を通じて法従寺の名前が挙がっている。また現在は法従寺と分離されている隣接の後白河天皇陵内に法従寺と書かれた江戸時代の長寿鉢が残されており、後白河天皇の御捧ぎを継続して守ってきたことが知られる。なお妙法院に従事した歴代法神皇の墓所も法従寺境内にあった。 また、元読年間には、大石倉之助が、当時に参拝したと伝えられ、その縁から47種木像も安置されている。幕末に、宝珠寺寮が、後白河天皇の御陵ではないと唱えた学者が、現れた時、当時の十字が御陵の真下を掘ったところ記録通りに、天皇の遺骨を収めた石筆が見つかったと言われている。明治に入ると、 後白川天皇陵と明宝陰門関法針皇の墓所が地域から分離され、宮内省の管轄に置かれた。明治の初め、東山渋谷にあった仏皇寺から、新蘭ゆかりとされる阿弥陀如来像や、新蘭蕎麦喰の像が移されている。宝珠寺は、明治期から昭和にかけて、大皇徳院と寺名が解消されたが1955年、宝珠寺にまたなした。 明治時代初頭に、後白河天皇陵を守るという役割は、形式上は終わったが、陵に置かれている、後白河法王像の模索を1991年に、造立し安置するなど、現在でも密接な関係を持っている。また法王が愛したい迷うの歌合わせも復元して、行われている。また、当時は、漫画、サザエさんの作者、長谷川町子の母大寺でもあり、 宝珠寺正門のちょには、サザエさん、長谷川ワマッチコボの札が掲げられている。長谷川が生前に、平家物語ゆかりの地を探訪していた際に、静かでいいところとして、当時の環境を気に、入り、住職と信仰を持ったことが縁となって、没後に遺骨の一部が本寺へ分骨された。境内には、長谷川直筆のサザエ若カ太郎ちゃんを描いた色紙が展示されている。 御白川天皇法珠寺領宮内庁による、刑事法珠寺と隣接し、北家道が建てられている。宮内庁月林領母官区事務所の管轄、京都市東山区33県、道回り町。ありがとうございます。